どうもダリンです。よろしくお願いします。今回は、期間限定でやっているイベント、アンダーワールドガンゲームというのにチャレンジしていきます。録画を撮るにあたりまして、一度だけちょっとプレイしましたけども、その一度だけ、まあ、2、3分ですかね、をちょっとやっただけで、ほぼ、初めてみたいなものですので、これを見てくださっている初めての方と同じような視点でできるんじゃないかなと思います。で、私がちょっとやって分かったことは、雰囲気はね、チームランブルに似てるのかなと思いました。で、チームランブルとの違いは、まず建築要素がないというのと、チーム戦じゃなくて、これは個人勝負になります。なので、建築なし、個人勝負なので、ほとんどエイム練習にぴったりなんじゃないかなという感じです。で、これで真ん中に出るんですけども、これ敵をキルするたびに武器が変わっていくんですよね。まずはピストルなんですけども、これね、建築ないんでね、もうエイムが全てなんですよ。なんでとりあえず早くピストルを脱出したいんで、誰か1キル取りたい。とりあえず1キル、ちょっともうピストルでも早くもうピストル逃げたい。ピストル終わらせたい。こんなのアサルトが有利に決まってるでしょうな。もう無理、このアサルトとピストルなんてもう無理でしょ。もうみんなでもピストルスタートなんでね、こればっかりはもうしょうがないです。とりあえず、うまいこと立ち回って、ここで倒すんです。そうすると、これ次ショットガンに変わったんで、ようやくピストル終わったんで、で、ようやく、で、次、アサルトはラッキー。アサルトはいいでしょ。で、うまく、アサルトなんで、とりあえず頑張れば、こつれるはず。結構ね、エイム練習に本当にいいと思うんですよね。建築っていう要素がないんで、とりあえず見つけたら、突っ込めばいいわけですから。ね、こうやってね、通路もあるんで、イモろうと思えばできるんですけど、これ、キル数、これ、カウントされてるんで。で、次は、サウナシンガン。サウナシンガンは、こう、突っ込むしかないでしょ。サウナシンガンなんで、とりあえず突っ込めばいいんで、ここまでくれば楽なんじゃないかと思うんですが、ちょっと当たらない。もうサブマシンガン苦手は普段使ってないでね。ショットガンとサルトしか使ってない。いや、言い訳したってしょうがないんで、これを機にね、サブマシンガン練習したいんですが。次は何？次スナイパー。これスナイパーなのか？何やろ？これスナイパーやな。スナイパーか。どっかリモルか。無理やろ。お、今倒してないの？倒されたんだっけ？1キル取ってないのか。アシストしただけか。え、変なとこ取るんだよ。落ちた。もう。どうやるの？こっちの方に逃げとくか。おっとダメだ、もう。変にね、やっぱり端っこに行こうとすると、こうやってマップでやられるんで、ちょっと、飛び先は考えないといけないんですが。うわぁ、もうあと一歩足りない。これね、やられる回数はあんまり関係ないと思うんですよ。なんか、シンプルにキル数だけだけだと思うので。で、次ショットは。これはいけるでしょ、普通にやっていれば。後ろから、一体、まあでもまあ、トリックショット決めていくっていう意味では、結構面白いと思いますけどね。建築がないんでね、本当にもうエイムだけなんで、もう乱戦大好きな人にはもうたまらないじゃないですか。僕はもうめちゃめちゃ見られそう。で、このね、紫のところに行くと、これジャンプできるんで、トリックショットっていうんですかね、なんかわかんないですけど、こうかっこいいショットにできるんで、全然100所から、よっしょ、ついた。今度は何？今度はこれなんかちょっと違うピストルかな。でもなんかピストル系やるな。
うわ、おっそ、リロードおっそ。よしよし。これはいけるのに、あと、いいところ。これは、これ何普段見かけない武器なんで、全然ヒル取れない。むしろやられた。この武器、最後の瞬間感覚で突っ込んだらいいのかな。とりあえずね、ジャンプするのがいいね。この紫のところね、これでドーンと飛んだら面白いと思うんですよ。これ建築要素がないんで、でも止まったら負けみたいなところなんで、動きながらこうエイムするっていうのはね、非常に練習になると思いますよ。よし、次の銃。これもしかしたらこれ白の銃までいったらいいのかな。なんか紫までいったんで、だんだん最後顧問武器で倒したら勝ちなのかな。いや、なんかそんな気がしてるかな。もしかしたら武器一周したら勝ちなんじゃないですか。ちょっとこの玉のずれるな。まだ紫か。これもしかして右の数、これ何だろうな、倒した数イコール武器チェーンした回数ってことなのかな。ちょっとこれ苦手すぎるな。トリックショットだけなんで、もうバンバン動いてやる人。これ標準広すぎひん。これ ちょっともうよくわからんな。でもこの武器早く卒業したい。これ嫌い。もうただただやられてるよな。バレヒリチに立ったもん勝ちみたいになってるからな。はい、倒したい。この武器もうやめたいの。もうこの武器やめたいだけなのよ。終わった？なんかチャイムが鳴ったような気がする。え、最後ブレるんだな。お、武器ようやくあった。チャンス。ちょっと、もうわけわからん。わけわからん。乱戦すぎて意味わからん。チームランブルでもこんな乱戦ないですよね。ロケラー持ってる人いる。よしよしよし。また変な当たりしてくなった。こんなの最後の1キルさえ取れやん。この銃何、このサイレンサーの007の世界しか出てこへんで。よしよし、いった。この武器卒業した。ここ言われるんじゃないか。これショットガン系なのかな、もしかして。ここいいやん、この場所いいやん。よし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 。お、あ、危なかった。よし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 。よしよし、絶好調絶好調。この場所大好き。よしよし、いいとこまで来た。いいとこまで来た。いいとこまで来たよ。いいとこまで来た。これは何、ちょっと遠距離武器ってこと。あ、終わった。というわけで30武器を使いこなしたら勝ちというわけで、そのうち、私は18回しか使えなかったということですね。というのが、アンダーワールド期間ゲームという、期間限定イベントでした。皆さんもやってみてください。以上です。